はい、こんにちは。今日はですね、失敗っていうものは、人ではなくて原因の仕組みに、注目してみましょうっていうお話をしていきます。で、今日すいません、皆さんのこの距離感で分かるか分かんないんですけど、ちょっとここが実は晴れてましてですね、今日何かというと、この収録してる日がですね、脱毛に行っていまして、ちょっと今脱毛にかけて、次回で終わりかなくらいなんですけど、ここのですね、ヒゲの今脱毛をしていまして、で、何かというと、僕ですね、肌がめちゃくちゃ弱くて、日焼けすると真っ赤になって全く黒くならずに、ただ服を着るのが普通になって終わりとかですね、あとは毎日こうヒゲをね、仕事の前に剃ったりするんですけど、やっぱり髪剃り負けしてしまってすぐこう顔中が血だらけになっちゃうみたいな感じで、結構敏感肌だったりするんですよ。なので、ちょっと極力そのヒゲ剃りをするのを減らそうということで脱毛ちょっとしてるんですけどね、意外としますね、脱毛って。1本あたり単価いくらみたいな感じで、こんなするんだと思ってびっくりしたんですけど、はい。で、結局ですね、ここをその僕の予算内では、ここしかその抜くお金がなかったので、こっちとかも残るんですけど、どちらかというとこっちの方が結構こう剃るのが難しかったりとか、男性の方は分かると思うんですけど、難しかったりとか、結構こう一回切れると違うとか、目止まらなくなるのはこちら側だったりするなと、切れやすいっていうんですかね、あったりするんで、こっちをちょっとやったりして、で、ちょっと少しお金に余裕が出てきたら、別に余裕がないわけじゃなくて、ここに使うお金って意味なんですけどね、もうちょっとこうこっちの方の脱毛でもやってみたいななんていうふうに思ってるんですけどね。それはいいとして、はい、なので、ちょっと今日顔腫れてるんでごめんなさいねっていう話です。なので、こうちょっと次回以降、これ結構1週間くらい腫れ残るんですよ。はい、なので、ちょっといつもと雰囲気が違って見えるかもしれないですけど、ご愛嬌ということでよろしくお願いします。ということで、今日は何の話かっていうと、何か失敗をするとですね、これは特にその職場ですね、仕事関係においてっていうイメージで、聞いていただきたいんですが、こう結構2種類にですね、タイプ分けされるんですよ。何かその失敗を指摘するものに対しての2種類の、区分があると。何かというと、1つは犯人探し、人が悪いっていう方ですね。それから2つ、原因探し、こう人も1つの、そのなんていうんですかね、ターゲットではあるんですけど、原因がその人だけではなくて、環境とか仕組みとか制度に何か問題があったんじゃなくて、ちょっと幅を広くですね、やっていくというような感じです。で、犯人探しだと、例えばどんな風な感じでこういう指摘が入るかというと、誰に責任があるんだとかですね、謝罪をしろとか、謝罪をするってことは人に原因があるからと思い込んでるからですよね。それからあいつが悪いんだとか、担当者を変えろとか、もうそもそもお前にやる気がないみたいな感じで、戦犯っていうものをあぶり出して責任を取らせて意識改革をさせると、ところが、人の意識ってどれだけ向けててもやっぱり完璧なもの存在ではないですから、ミスするときはミスするんですよ。それがたまたま金銭に触れちゃいけないときでミスをしてしまうっていうのが、またこれご愛嬌みたいな感じだったりするんですけど、それが許せないっていう人たちも中にはいるんで、そういう人たちは当然犯人探しをしちゃいますよねっていうことなんですよ。で、もう一つの原因探しっていうのは一体何かっていうと、何がこの事態を引き起こしたのかとか、何がいけなかったのかとか、何が原因なんだろうなとか、で、その原因とか、事態とか、いけなかったところとかっていうのを探り出して、探り当ててやり方を変えようとか、いや、もしかしたらあなたの責任じゃなくて、これをやるにあたっての仕組みが悪かったじゃないかみたいな感じで、人だけじゃなくてシステムとか環境とか仕組みとかっていうところにも欠陥を考えるという、そんな感じなんですね。で、別にこれってどちらが正しいとか悪いとかって白黒はっきりつけましょうっていうもん、話ではなくて、当然その仕組みが悪いっていうケースもあれば、本当に人が悪いと、本当にやる気がなかったりとか、人為的にミスをしたっていう人も、中にはありますから、別にその犯人探しをする人っていうのは、今ちょっと悪意ある感じで言っちゃいましたけど、別にそれが悪いっていうわけではないです。ただ継続的にミスをなくして事業を続けましょうとか、質の高い仕事にレベルアップ持っていきましょうっていう風に、一つキーワードとして継続っていうものを求めるのであれば、後者の原因を探すっていう方がいいですよっていうのが、ピーター・ドラッカーが言っていることなんですね。人を挫折させるような仕事っていうのは、そもそも人の仕事じゃないっていう、何かに任せましょうと、もう機械化できるような機械化しちゃう、自動化できるような自動化しちゃうと、今だったら DX とか RPA とかっていろいろあるじゃないですか、ロボティック化してしまうという感じなんですね。で、それはなんでかっていうと、今いろんな業務を皆さん抱えてらっしゃると思うんですよ。で、中にはですね、やっぱり人一人じゃさばききれないしほどの量っていうのを今抱えている人たちが多い世の中になっている中で、その人にしかできないとか、優秀じゃないとできないような仕事っていうのは、会社にとって実はこれって悪なんですよ、敵なんですよ。
属人的な仕事っていうのは万が一その人が抜けるとかですね、まあ、退職するとか転勤するとか、まあ、不良の事故に遭うとか怪我をするとかってなった時にやっぱり限界が出てきてしまうんですね。当然その有能な人とかその人にしかできない仕事っていうのがあれば成功しやすいしミスも少ないし効率もいいっていう反面、やっぱり継続性、その人が抜けたとしても別の B さん C さんとかが現れた際に続けていくことができるっていう環境を整えていく方が会社にとっては確実にいいんですよ。で結局そういう観点で見ていくと仕事の失敗って一体何かっていうと原因は人であることっていうのは結構少なくて仕組みとか制度とか環境であるっていうケースが多かったりするんですよね。でここで面白い実験があって直接仕事の話じゃないんですけど映画館にですね映画を見に来たお客さんに、ポップコーンを無料で配るっていう実験をしたんですよ。で一方の、グループには M サイズ、まあ、中くらいの大きさでもう一つのグループには L サイズ大きめの、ポップコーンを配ったんですね。ただしひどいなと思ったのがそのポップコーンですねどちらも、まあ、ちょっと古くて湿ってて湿ってるんですよね、はい、湿っててまずいんですよ。まずいポップコーンをこう渡されたんですよ。でその目的っていうのは一体何かっていうと M サイズと L サイズだったら L サイズの方が大きいですよね。で大きい方を渡された人ほどこの悪条件のポップコーンを食べる量は果たして増えるのかっていうふうに、まあ、当たりをつけてですねやったんですよ。結果どうなったかっていうとまさにその通りで L サイズの方が M サイズを配られた人よりも、なんとですね何パーセントだったかな 53% ですね。要は半分以上多くの量を食べたっていう結果が出てるんですよ。ということは人の意識っていうのは環境の方が大事ですよっていうことはこのことから言えると何かというとつまり大食いに気をつけましょうっていうよりもそもそもの、お皿とかその器の大きさっていうもの自体を小さいものに変えてしまったら食べ過ぎっていう問題点を解決することができるんですよね。だから危機として喜んでですね犯人探しをするというよりも何かミスが起こった時に何かまずいことが起こった時にその原因っていうのは一体何なのかっていう風に仕組みとか環境とか制度を変えてしまう方が実は根本からの解決につながるんじゃないですかっていうことが言えるって話なんですよね。だから今の場合だったら大食いに例えて話をしましたけど大食いついつい食べ過ぎてしまうっていうんだったら食べないの気をつけようって意識をするよりもそもそもの1回食べるあたりの量を減らすようにお皿を少なくするとかいつもフライドチキン3本食べてるのを2本に減らすとかっていう風に環境を変えてしまった方がいいんですよ、はい、とか運動をする習慣がなかなかないなって思ったら、一緒に走ってくれる仲間を、見つけてこの日にしようねっていう風に予定を立ててしまうとかジムに通うとかやってみたりとかそれからなかなか貯金ができないなって思うのであれば、そもそもですねクレジットカードは普段の買い物では持たないようにしつつ、いつもお財布に必ず3万円入れてるのをもう1万円しか入れないっていう風にしてしまって無駄遣いを減らすとかですね、あるいはそもそもの、人付き合いを減らすような環境要は、例えばですけど転職してあんまりその、飲みに行くような環境じゃないところに行ってしまうとかですねっていうようなことをして、環境を変えてしまう方が早いと意識していや今日は誰とも飲みに行かないって言われても先輩とかって言われたらついついお行こうかってなっちゃうのが人の差がなのでそうなんです。だから意識を改革するよりもそれを必然的にやらなくちゃいけないっていう環境を用意する方がはるかにいいですよということです。ですから職場環境なんかにおいても今例えば Excel で一個一個事務の方が手打ちして経費精算やったりとか受発注の管理やったりとか生産管理とかやったりとかっていうのも今だったら機関システムっていうものでいろいろ自動化できるものとかもあったりするじゃないですか。あれをいくらかかけてそれが例えば10万20万とかって金額するかもしれないですよ。でもそれが例えば月間で、1日とか2日とか3日とかっていう金、日数を5人とかってかけてたとしたら1人当たりの日給がじゃあ1万円で5人かけて1日5万円の金額がかかります。それをじゃあ、3日間かかってるってなったとしたら15万円のコストがかかってるというふうに計算ができますよね。でそこに仕組みを入れるのに10万円かかるってなったらプラス5万円の利益が生まれてるって話なんですよ。そのくらいコストかけてやっぱり自動化できるものをしてでそれがなんかミスが起こった時にあいつのせいだこいつのせいだじゃなくてそれを入れてない会社の仕組みが悪いんですよシステムが悪いんですよっていうふうにやっぱ、考えなくちゃいけないんですよね、はい、ということなので、皆さん自身が仕事の中で何かこう環境を変えていけるものがあるかなって思ったらぜひこの動画をきっかけにあこういうことなんですよってことを上の方にやっぱ信念していただけたらと思いますし
生活習慣の中で何か変えなくちゃいけないなっていうことを考えてらっしゃる方があるとすれば、意識をするのではなくてまずは環境を整えましょうというふうなことを、考えてみていただけたらなというふうに思います。大食いならお皿を小さくするとか、運動できてないんだったら一緒に運動する仲間を見つけるとか、それからジムに通うとかっていうのをぜひしてみてください。ということで、失敗はですね、自分自身とか意識の問題ではなくて仕組みに問題がないかということを、着目してみましょう、注目してみましょうという今日はお話でした。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。